ジャンボフェリー株式会社は、神戸市中央区に本社を置く、海運会社。兵庫県神戸市の神戸港、新港第3特定と香川県高松市の高松東港を1日4往復、約4時間で結ぶ、フェリー航路を運航している。加藤汽船の単独運航で、所有船2隻による1日5往復の運航を継続。同社が撤退する加藤汽船から、 ジャンボフェリーの航路運営を引き続き、同航路の運航を継続。同航路の愛称を、小豆島ジャンボフェリーとする。阪神地区と小豆島を結ぶ毎日運航の定期フェリー航路は、1995年の廃止以来16年ぶりの復活となる。従来から運航されている神戸高松航路のうちの一部の便を、小豆島坂手港に寄港させることにより、 新たに神戸小豆島航路を設定した。ただしこの二つの航路は別の航路という扱いになっている。なお、坂手高松間の航路は機構開始時点で開設されなかったため、坂手高松間のみの乗船はできないことになっていた。その後、坂手港の地元自治会からの要望を受けて、小豆島高松港航路の設定が決まり、この区間のみの利用も可能となる。 神戸高松航路のうちの神戸発2.3便と高松発2.34便が逆手港経由となっている。夜行となる神戸発1便は高松へ直行し折り返し高松発2便で逆手港まで利用可能とする変則的な扱いとなる。ただし、この運航パターンは繁忙期、ドック入りなどにより変更される場合がある。運用が2席のみのため、いずれかが ドック入りすると、特別ダイヤとなり、1日2便に減便されるなお、神戸と高松を結ぶ航路の一般旅客の正規運賃は、近畿地方と香川県を直接結ぶ公共交通機関では、最も安価となっている。日本海運と四国フェリーが、ニュージャンボフェリーとして参入していた時期もあった。同じ節眼設備を使用していたが、発見所、待合所は別の建物を設けていた。 使用船舶は2隻。同系船であり、いずれも船体は、ドック型揚陸艦のように船橋を前方部に、集約配置したユニークな形状をしている。2回車両甲板の大部分は露天であり、そのため、全長、全幅が、同規模の他のフェリーと比較して、総トン数が500トン程度小さくなっている。要目の詳細は、各船舶の項目を参照。 エントランス船内車両甲板車両甲板かつては、東急別の船室だったが、現在は、東急は廃止され、モノクラスで運行している。また、客室内のコンセントは自由に使用可能。画像説明欄、コンピラに、立林に、神戸丸高松東港1969年、千八2834総トン、全長83.5メートル、 幅25.0メートル。公開速力19.0ノット。旅客定員859名、総動船。日本交換清水造船所建造。1969年就航。1989年引退。2、809総トン。全長83.5メートル。幅25.0メートル。公開速力19.0ノット。 旅客定員859名、総動船。1969年就航。1990年引退。3、717総トン。全長110.50メートル。幅23.0メートル。高快速力19.5ノット。旅客定員470名。車両積載数。乗用車50台。トラック60台。 さぬき造船鉄工所建造。1991年に四国フェリーに就航。1998年、神戸高松航路撤退後、2000年、立林に火災に伴い大戦として、加藤汽船に就航。立林に復帰後は、予備船となった後2003年に引退。旅客一般大人、片道1990円、往復3390円。小人、 片道990円、往復1690円。運転手以外の同乗者大人、片道1490円、往復2980円。小人、片道740円、往復1480円。自動車軽自動車、片道5490円、往復11040円燃油サーチャージ。 小豆島往復13,890円普通自動車、片道5,990円、往復11,390円燃油サーチャージ。小豆島往復15,790円二輪車 125cc 以下、片道3,490円、往復6,480円。126cc 以上、片道3,990円。 往復7480円。自転車大人、片道2490円、往復4480円。小人、片道1490円、往復2740円。バス、貨物車庫の航路は、マイカー、バイク、トラックにおいては高速道路と、徒歩客においては JR や高速バスとの競合がある。各社とも様々な割引を設定しているほか、 旅行商品などもあるため非常に激しい競争にさらされている。そこで同社も様々な割引運賃制度や企画乗車券、セット券を展開している。特に系列関係があるフットバスとのセット券は競合する他の高速バス会社にない独自商品となっている。一方、ウィラートラベルが2011年7月22日から 首都圏からの神戸新港フェリーターミナル発着プランを設定するなどツアーバスとの連携も行っている。割引及び規格上車券などの詳細は公式サイトを参照。規格上線券その他のセット券一部のセット券はジャンボフェリー株式会社を旅行主催者とする募集型規格旅行扱いとなる。上下線施設及び運行船舶、バスともに バリアフリーには対応していなかった。しかし、神戸港のフェリーターミナルが改築されたことにより、待合スペースが拡充され、神戸港の上下線施設に関しても全面バリアフリー化された。屋上にはガーデンテーブルも設置されており、展望の効いたルーフバルコニーとして誰でも自由に利用できる。なお、高松東港には新商社用トイレを備えているほか、 乗船口通路にもパイプ椅子が増設され、乗り船町の負担も軽減されている。乗船券の購入は、チケットカウンターのほか、新設された券売機からも購入できる。券売機では、乗船券のみの購入、深夜、繁忙期料金を含む乗船券、深夜、繁忙期料金だけの追加券も購入できる。船内にもエレベーターが設置され、バリアフリーに対応した。 かつての神戸フェリーターミナル神戸港、新港第3特定に入港する立林に、ジャンボフェリー高松行き乗り場行きのバス、三宮バスターミナル神戸港、新港第3特定高松東港の乗船場。高松駅への送迎バスが待機する高松東港ターミナル、高松東港に接岸する立林に逆手港。 ターミナルテレビコマーシャル TV コマーシャルは資本関係の強い瀬戸内海放送のみで放送されている。2018年現在も放送中、ラッピング車両高松側で運行されている無料送迎バスは割引運賃などの広告を大書きしたラッピングバスで運行する場合もある。なお、かつては神戸側の神戸フェリーバスでも専用のラッピングバスが運行されていたが、後に 同社の一般路線バス共通カラーとなった。詳しくは、四国フェリーを参照。詳しくは、関西汽船を参照。ありがとうございます。